台湾の皆さん、こんにちは。道枝俊介です。青春 18×2 君へと続く道で浩二を演じています。浩二はですね、旅が好きな学生で、旅の途中で偶然ジミーさんと出会い、一緒にとても綺麗な景色を見るんですけども、これはですね、必ずちょっと大きいスクリーンで味わっていただきたいなと思います。皆さん、ぜひ劇場で僕と一緒に心のシャッターを押しましょう。はい、チーズ。